こんんにちは、商売ののの神様深夜のナミさココソコソ話でございます、まあ私はね、あのー、自分なりの考え方をどのぐらい編み出せるかなっていうふうなことに、まあ、日々挑戦してるわけなんですけども、まあ、商売の神様っていうのはね独特な考え方をお持ちでそういった方の考え方を学ぶ人が多いのも分かるんですが私はですね学んだこともないようなことを自分から発想できないかなっていうふうに考えてるんですよね。 で今日はその一つの例としてね、これからの世の中がどうなっていくのかってことをちょっとね、私なりに考えてみました。これは誰かの考えを真似してここで話すわけではありませんので、もしかしたら私が的外れなことを言ってるのかもしれません。まず前提としてこれからですね、経済的には随分と縮小して衰退していくんではないかなと思ってるんですよ。ですんで、日本がね、バブル崩壊から、 経済縮小してデフレに入ったように世界がそうなるんじゃないかなと思ってます。それはなぜかっていうと現在ですね、グローバル化っていうのが足を止めまして、実はねブロック化になっていってるんじゃないかなと思うんですよ。これがどういうことかというとグローバリゼーションっていうのは国の枠を飛び出していろんな別の国とやり取りすることによってそれぞれの経済圏が広がっていったっていうことなんですよね。 日本国内だけで商売をすれば、まあ、1億人の顧客に対しての商売ってことになりますし1億人の仕入れ先を持つってことになりますいやしかしねグローバル化が進むに従って別の国とはやり取りするようになってこの1億人のマーケットが10億にも30億にもなっていったわけなんですよこれがグローバリゼーションですいろんな国の文化が入りいろんな国の人に商品を売ることができたいろんな出会いがあったということですよねマーケットが広が広れば、 扱う経済規模とそれからレバレ,ジってのもレバレッジっていうのもどんどん広がるわけなんですが現在ですねいろんな状況によってこれがねブロック化といってどんどん縮小しているのは皆さんもお感じになっていると思います私も貿易をやっている会社がいくつかあるんですけども完全にこの3年できてないんですよつまりはその会社は売り上げがゼロが続いてます、ね、一時的な支援金などで、えー、会社の年間経費ぐらいは賄えてますけども基本的には人も雇えないし仕入れもできないし それから商品を作ることもできないので完全に寝ている会社がいくつかあるって状態ですこれがですね会社を作った時はいろんな経済圏が広がっている波の中で会社を作ってそしてその会社を入れ物として顧客流通をして商品を紹介すれば売り上げがどんどん伸びていたんですよ、ね、だからこれがグローバル化からブロック化へということですブロックってのは要するに行く先々が無限に広がるんじゃなくて このエリア、このエリア、このエリアっていうふうに分かれちゃったんですよね。簡単に言うと、日本という経済金は日本に振り返ってきてます。生産拠点もサプライチェーンも国内に振り戻そうかっていう形になってますよね。そしてエネルギーに関しても、輸入に頼ってきた日本が国内でエネルギーをなんとかしようっていうふうな形になってくるということなんですよ。これは他の国でも起きてますよね。例えばロシア、中国とのやり取りをやめて、 もうロシア中国に依存していたエネルギー輸入を、食料輸入を、もう国内でまかなうようにしようか。もしくは、新しい西側と、新しい東側とでやっていこう、というふうに。国が、大きな世界が、二つに分断されたという流れもあると思うんですよ。そうなると、今までは、世界中の国とやり取りしていた。要するに、ええー、容積が百だったところが。極端に言えばね、五十と五十っていうふうに、二つに分かれちゃうっていうことも考えられるんですよね。 さあ、そうなると、今までのように、仕入れ先が減りますから、過藤競争が止まって、燃料代ってのが、より安いところへ、っていうふうな流れにはなんなくなります。つまり、燃料代は、ある程度高いところからも、買わなければならないと。なぜなら、今まで、商売相手だった、仕入れ先だった、安いところっていうのは、交流をやめたからってことになります。その影響がもうすでに日本にも出ていて、昨年に比べて、電気代、ガス代は20%、 プラスアルファになっているのを皆さんもご存知だと思います。それから食料品です。どんどん値上げしてますよね。今年もあと10月にも一回値上げがあります。食料品ってのも10%からきついので100%の値上げがあります。つまりは倍になってるってことなんですよ。これから小麦も手に入りにくくなりますので、お蕎麦、天ぷら、その他粉物商売っていうのが結構きつくなります。今まではね、粉物商売っていうのは 飲食店の本当に王道だったわけなんですけどもちょっと通用しなくなるかもしれませんよね仕入れが高くなったんで油も買えずに閉店する人気店っていうのもニュースで見ることがあるんじゃないかなと思いますこういうふうな形で食料も高騰していき原料も高騰していきエネルギーも高騰していって私たちは本当にこれからですねどうなっちゃうんだろうかってことになりますさあそこでこの辺でちょっとね世の中の見方を私なりに 結論付けたいと思いいますいろんなものが値上げされる中でおそらく多くの人が減税をしろというふうにね少なくとも消費税をなんで下げないんだというふうな動きになっていると思いますしこれ動画ご覧の方もなんで税金下げないのかなとこういう時に鳥が解除したりとかね消費税を10%から5%なりにしないと国民生活苦しくなるじゃないかっていう意見があると思うんですよでもここで私は別の意見を持っています税金は 別に下げなくていいと。むしろ上げてもいいよと。税金を上げるんだったら、他の方法で私たち民間はやりくりしていこう。っていうふうな発想なんですよ。こういう発想って何か面白いですかね。私なりに持ってる発想っていうのは、賃金を上げろっていう発想なんですよ。ね。しかもそれがね、時給1500円みたいな話じゃないんですよ。もっと上げてくださいってことです。それこそ、企業の内部留保を 吐き出すぐらいに500兆円の内部流そして国民の資産2000兆円ですよつまりはあるわけなんですよあるところにはあるという言い方もできますけどもとにかく国民も企業もお金を持ってますまあこう言うとですね一部の企業しかお金持ってないでしょとかね一部の国民がお金蓄えてるだけでしょとなるんですよでもちょっと考えてみていただきたいのは 一部の企業が内部留保をがっぽり持ってるっていうことは確かにその通りですけどもじゃあなんでそこにね商売を仕掛けてその内部留保を自分の会社に引き寄せようとしないんですかってことが一つですもう一つ国民の金融資産が2000兆円を超えたというね報道がありましたけども個人対個人でこっちの人は持ってるこっちの人は持ってないと言えますがじゃあ持ってる人に対して何らかのサービスを提供してこの人の余裕なお金を こっちに持ってくるっていう発想はないのかなとつまりは結局はビジネスをやることによって増税された分だけね自分の収益を上げるっていうところはあるんですよねまあこんなこと言うとね商売ができるのは一部の人だけだって言われるかもしれませんけどもそうなんですよ何でもかんでも一部の人しかできないんですよ上手な絵を描く人もとっても素敵な歌を歌えるのも一部の人なんですよプロ野球の選手も一部の人 ニートをやってるのも一部の人、ね。正社員も一部の人。派遣労働も一部の人。ホームレスも一部の人。みんな一部の人なんですよ。その一部の人にずっと居続けなくちゃいけないってことはありません。一部の人の、さらに一部の人、あなた一人がどっかのお金持ちの、この軍団の中に入ることは別に不可能ではないんですよね。一部の人って固定されてないんですよ。ただし一定数は必ず存在します。 流動性っていうんですけども一部の人っていうのは中身が入れ替わることができるんですよそんなことできるの一部の人でしょっていうふうにして一部の人を固定化する発想をどうぞ脱ぎ去ってですね確かに一部の人なんだけどもだったら自分一人ぐらいはこっちからこっちへの一部の人に移れるんじゃないかなって考えてそれを実現するのがビジネスではないかなと思うんですよねまあ投資でもいいですよまあそんな形で私はね 増税がどうしても何ともならないなら賃上げっていう方向で何とかならないのかなと思ってるんですよ。そうううすするとと税金に追いいいつかかないようなななよよ収入がれれればこれまた問題ないのかなと思うんですよもっと言うとね賃上げをしたくない一部の人が税金が高いせいだっていう風な風を起こすプロパガンダを起こしてると勘ぐることもできるんですよ。ということでね 私はこの税金が高まっている中でなんで一部の人が金持ちになってなんで一部の金も会社が金持ちになってっていうところにメスを入れようと思ったらこいつらが賃金上げないからだっていうような発想にもなるんですよねちょっと乱暴な言い方かもしれませんけどもこういうふうに賃上げと増税っていうのは実は二項対立してるんじゃないかなと思うんですよ、ね、賃上げをしたくないから 税金が高いせいいせだっていうそして税金ががっぽりと設定されているまあ与党の方から見るとね賃上げをしてないから経済が流動化してないんだっていうふうな見方をするということであとは私たちがどっちに目を向けているかってことなんですよ減税しろ減税しろだけしか見えてないのかそれとも待てよ賃金上げる余裕がある会社があるじゃないかとそこを中心にちょっとねみんなの所得を上げていこうっていう発想になるかどうか なななんんじじゃいいかかかと思うんですけども皆さんいかがお感でしょうかそれでは本日の深夜のコソコソ話商売の神様っていうところとはねちょっとずれましたけども私なりに多分他の人が言わないような切り口で話してみました合ってるかどうかは分かりませんけどもこういう風な考え方もできるかなっていうところでございますそれじゃあ